セノーチーからのティートモくんイエーイトモくんって呼んでないけど、いやよトモくんいいじゃん。あどうも山口智弘です。あよろしくお願いします。ガクトモでしょ。あ本当だ、ガクだしトモだから、いややっとやっとガクトモの本当そういうことか、メイン放送が来た。確かに本物が来ましたね今回は、うん、まあこう皆さんも変わり映えしたこのね景色、これがね、変わり映えしてるんですよいつもあっちで撮ってるんで、このなんで絵面が超面白くない。そう、なんかこう変わってますよね。 なんで俺こんな前にいるんだっていうね。手乗り山口みたいでできそうだもん、まあ、そうこういうね、画角からもちょっとお分かりかと思いますが、今回作るのは私ではございません。なんと2期がね、トモズキッチンで、トモズキッチンがやってくれるということで、はい、今回あのラーメン大好きともひろくんなんで、はい、まあ、あの年間100は食っちゃう。そんな食べてます？本当は食べちゃう。え、去年は抑えた結果104.5だった。すげー。え、週絶対何回か食べに行きます。そういうこと、そういうこと、でも本当に危ないなと思って今年は抑えてます。え、スープとかも全部ガンガンいっちゃう。会員系ではないです。あ、会員系ではない。今さ、ガクンちょっとさ一瞬俺の体型見なかった。いやいや、そんなことない。こんだけ食ってどうなってんだまあそんな2期がおすすめする、おーもう俺はこれだったらもうめちゃめちゃうまいぞっていう、こうそうね、一番のおすすめのラーメンを作っていただくっていう企画でございます。今回は5分で5分ですよ皆さん。そう、5分で作って、かつ材料は1000円以内に全て収めるというルールでやっていきます。で、皆さんが真似して家でも作りやすい料理を考えてこう、ね、そこも、はい、そうそうそう、いろいろ考えました。そうで、はい、お互いにこうね振る舞っていくんですけども、うん、まず前編では、2期が作ってくれて僕に振る舞ってくれるというスタイルでやっていきます。その通りでございます。まあいろいろね材料買ってきてくれたんですが、まだ僕見てません。いやでもね、こうちょっとキッチンにも慣れてないし、ちょっと5分を頑張って ねやりたいなと思いますけど、だからどんなものを作ってくれるのか僕はめちゃめちゃ楽しみにしてますよ。そうだよ、もう怖い怖い。じゃあ早速やっていきますか。マジ？オッケー。ここにねタイマーあるんで、これで、あ、そっか、いいよ、やろう。いいですか、5分で作れっかな無理じゃねえ作れなかったら作れなかったで、それもね、またそれも一興ということ で、はい、そういう噂もできちゃうけど、まあなるべく5分目指して、はい、頑張ります。いきましょう。そんじゃよーい、スタート。じゃあまずはね、食材を取り出しましょう。はい、今日使うラーメンはお、このなんかね、なんかそのまま温められるよっていうのをベースに使っていこうと思います。その前にね、やっぱ料理って言ったらさ、じゃこの素晴らしい、あ、やっぱ出た、 ビールを飲まないとちょっと料理がね、いや、いいですねそれお金に入ってるんですか。もちろん入っております。さすがです。はい、こちらも入れた、さすがです、入れた結果です。あ、ビール飲む、あ、ちょっと飲む、あ、僕も飲みましょうか。じゃあちょっとね、乾杯しよう。すごい、もてなしがね、ありがとうございます、はい、じゃあ守護山口に呼んでいただいて、いえ、ごちそうさま、はい、乾杯。やべえよ、料理しなきゃだよもう30秒以上経ってますよ。やばいやばいやばい。凍ったまま具材を上にして、お、いいじゃないですか。加熱。これね、僕食べたことあるんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。ちょっと本当はこのね、今度もやしです。ほうほうほう。これを茹でたかったんですけど、まあコンロが足りないので、まあこうして、おおおおおお、これはね、洗わなくて大丈夫なもやしだと思うので、ケトルのあらお湯をね、ちょっとどうやって、時短ですよ。どうやって使うのよこれ。もう入れればあ、で、あね、簡単でしょ合ってたのかな、果たして。いや、もう大丈夫です。大丈夫、大丈夫。なんとなく、もやしはこうはね、ちょっとお湯につけときます。2期は家でラーメン作るんですか。俺ね、家でラーメンあんま作んないんだよ。あら、っていうのも、やっぱ専門家が作ったラーメンのが美味しいと思ってるから。いや、そういうポリシーですね、やっぱ自分で作るよりは、食べに行っちゃう。もうここおすすめっていうラーメンあるんですか。え、めっちゃあるよ。めっちゃあります。何系が好き。僕ね、最近醤油ラーメンに戻ってるんですよ。あー、醤油、あっさり系ですか。そう、あっさり。油がね、しんどくなってきちゃって。いや、いくつだよいくつだよ醤油ラーメンも好きですか。あ、食べるよ。食べます。うん、ちなみにどれが一番好きなんですか、ラーメンの種類としては。俺はね、なんか、いや、回るじゃない、やっぱこう、好きなご飯って。そうですね、今でも二郎が一番好きかも。意外。まあ、今日作るラーメンをちょっとそっちに寄せていこうかなと今思っております。うまそう。二郎といえばやっぱもやしと、はいはいはい、ニンニクかなということで、はい、今ニンニクを刻んでおります。あと2分ですよ。え、嘘、やばいじゃん。まずこれができるかだよ。このもやしをトッピングしようと思うんですけど、はい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 、まあ、そうすると
味が薄まるんですよね。あ、そっか。なのでそのためのタレを作ります。なるほど、はい、目分量の醤油出た、煮きずポイントそしてお借りしたかがとび、かがとび、目分量のかがとび、そしてそして今切ったニンニク、今切ったニンニク ぶち込む、ぶち込む、大体こんなもん、いい匂い、全部入れちゃえ、素晴らしい。明日臭いぜ多分、明日、おー、明日スタジオで多分思いっきりアフレコ、何食ったって言われるから、言われる。お、でもね、いい匂いしてますよ、やっぱりいい匂いしてるよ。ニンニクがすごい粗みじんでございますけども、いい匂いしてるよ。邪魔邪魔か、見て、このこれ映したいよね。任せてください。今こんな感じにゆっくりとゆっくりとラーメンができて、ね、待って、あと17秒なんだ。あ、もうこれね、無理なやつだな、これ、うん、ラーメンができなかったんだけど音も子もないやばい、5分過ぎた、嘘だろ、ビール飲んでっからだよやばいやばいやばい、あーじゃあ、ガッくんこのまま召し上がっていただいて、いやいやいや、どうやってまあこれで、あのロスタイムじゃない、アディショナルタイム突入します。いや、5分だったからちょっといろいろこういうのにしたのに結局できなかった、ね、結局できなかった、うん、食べると無理だわ。まあしょうがない、プロじゃねえもん。確かにじゃあちょっとこういう YouTube で料理してる人見るもんニキみたいにこうビール飲みながらいやもう今何もすることなくてさ飲むだけだよ。ちょっと味見してみましょうか。お、ちょっと味見の瞬間って恥ずかしいね。あ、うん、いいでしょう。いい、いい、いただきました。はい、もうじゃあできます。だいぶオーバーしたね。今10分ぐらいですかね。いやー、まあつまんで、つまんで、つまんで、うん、なんかあーってなりそうで怖い。何がですか。何か事件が、あー何か、うん、そうなったらなったら面白いですけどね。いや、事故がね、事故だよ、もうそれ。あーあああああ、いやなんかさ、ガクトも見させていただいてさ、あ、ありがとうございます、ね、ヨシキくんとかすごい華麗にパスタ作ってるじゃん。そうなんすよ、めちゃくちゃ上手なんですよね、ヨシキくん、本当に。なんかどうしようかなと思って、はいはいはい、いや今回この1000円で5分じゃない、はいはいはい、いろいろ悩んだ結果だ、うんうんうん、これをやっ、あっ、しまった、大事なものを忘れていたよ。何ですか。買ったんですよ、チャーシュー。あ、チャーシュー、これ温めようと思ってたの。あらあら、まあ、まだまだいきますよ、まだいきますよ、まあ、いい、もういい、ガクンが食うんでしょ。大丈夫大丈夫。雑になってきたぞ。ガクンが食う。いいのか。ガクン食うからもう入れとくから。あ、すげえ。まんま乗せたぞ。ね。二キ。あのスタイル最初から。こうね、確かにジローといえばそのぐらいの厚さの肉ですもんね。そうそう。そうそう。もうほら。ジローリスペクトだからやっぱ。ああ、いい、もりもり。ね。お客様、ニンニク入れますか。ニンニク。ニンニク多めで。明日をね、気にしてね。いいじゃないですか。野菜マシマシ、ニンニクマシマシ、辛め、辛めでいきましょう。辛め辛め。ちょっと海苔もあるし入れちゃおっか。お、ジローであんまり海苔ってのはないんですけど。お、できました。完成。わー、やったー。ニキの特製、なんだろう、なんだろう、美味しいよ多分ラーメン美味しいよ多分ラーメンですね。美味しいよ多分ラーメン、はい、はい、ありがとうございますです。じゃあ早速食べていきたいと思います。イエーイ。いやー、美味しそう。じゃあね、準備できましたんで食べていいですか。5分でできたよ、5分で。いや、5分でできましたね。食べて食べて。5分ぴったり。はい、もうジャスト5分よ。酒飲むぐらいの余裕はある。いや、もう全然ね。じゃあいただきますね。どうぞどうぞ。ごついな、見てこれ。ごついでしょ。いや、やっぱね、ほら、ジローといえば豚がすごい熱いんですよ。この豚よ。いただきます。お願いします。うめぇ。大丈夫。あ、よかった。うめぇぞ。ありがとうございます。豚いっていいですか。あ、ちょっと行ってみて。いただきます。豚すごいよね、それね。うんうんうん、冷たい冷たい。うん、あ、美味しいわ。 あ、よかったです。あ、なんかいいな、ラーメン食べてんのみんな。うん、食べていい。うまっ。いただきます。あ、美味しいですね。おー、うまいよ、うまいよ。自分でもあんまり作んないんだけど、はい、家でもやしのせるときにやっぱこう醤油と
ニンニクをちょっとこう入れて上からかけるとやっぱこう二郎っぽくなる、うん、ですよねかなと思って、うん、よかった。これはね星3つ。いや美味しい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 、よかった、美味しいよ。あーよかった、なんかどうしようと思ったけど喜んでくれてよかった、うん、めっちゃうまいです。よかった。でもねこの回はあの俺が作ってこうガクに今食べてもらってますけど、うん、ガクも作ってくれるんでしょ。そうなんですよ。後編では私梶原が思ううまうまラーメンを2期に食べさせるっていう回でございますよ。楽しみでしょうがないよ、うん、今回は友達企画ですけども、うん、胃袋掴んだら友達になれんじゃないかっていう。あ、いいね。あれですよ、家族と一緒ですよ。あ、いいですね。胃袋掴まれたられ友達超えて家族になっちゃった。そうそうそうということで、この T シャツガクトモ T シャツ恒例なんですが受け取ってもらえますでしょうか。もちろんでございます。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。イエーイ。ということで後編は、2期に大丈夫ね大丈夫後編は大丈夫2期にあのこの T シャツなんか嫌だった渡すの本当はあのねあのどうしたの、お空気毒とか入れてないよ全然大丈夫美味しかった。でこの2期にこの T シャツを着て後編は出てもらいたいと思います。はい、じゃあ後編もそしておまけトークも見てね、よろしくお願いします。またね、バイバイ。チャンネル登録よろしくね。